はい、こんばんは。今日はね、7月の28日水曜日、約1週間ぐらいかな。はい、11時10分です。はい、いつもはね、Amazon 届いたもの紹介しておりました。で、最近はね、いろいろ来てたんですけども、まあ関連性がないかなと思ってやっておりませんでした。ですがね、今度はマーク X に関わるものなんで、ちょっと動画載せとこうかなと思って今撮っているところです。はい、今日の紹介するのはこちら。はい、マーク X 用です。別にディーラーで取り寄せたわけじゃないですが、 Amazon で買ったんですけども、圧製ですね、パーツ。ちょっとシールで隠れてて分かんないんですけども、こう見れば分かるかな。250RDS、 まあ後期のね、RDS 用の LED ヘッドライトついてる車両にはこの RDS がついています。ネームがね、グレードと、グレードじゃない、 CC とグレードですね。で、今回こちらを購入してみました。 250RDS。 まあなんで買ったかっていうと、まあ、あの自分の動画にまあ見てる人は分かると思うんですけども、まあ中期乗ってて、もうこれですね、2ヶ月ほど前かな、後期の RDS 用の LED ヘッドライトユニットを、交換したんで、ついでなんで、やっぱせっかくつけたんでね、このグレードのやつもつけようかなと思って買いました。まあ値段が2000いくらやったかな、3000もしなかったですね、確か。まあ純正パーツなんで品質には間違いないです。メッキの輝きも何とも言えないほどですね。で、こちら、品番が7547-22180 です。マーク X 乗られてる方で、こういう、250の RDS の、プレートが欲しいって方いらっしゃいましたら、こちら、この型番でね、ディーラーで、取り寄せてみてください。まあディーラーじゃなくてね、車屋さんで、言えば多分引いてくれると思います。それか、俺みたいに Amazon で買うのが一番いいかなと思います。まあ、Amazon の方が安いんかな、ディーラーとかで買うよりも。もう両面テープは最初から付属しております。今 250G のプレートついてるんですけども、そこにこいつを付け替えるってやつです。で、また今度はね、あの 250G の今ついてる、プレート。なんだっけ、あの、エンブレム剥がし、あれで、取っていきたいと思います。あれもね、裏に両面テープついてるんで、綺麗には取れないかもしれませんね。で、あと取れんかったら両面テープをね、剥がし液とかで使って綺麗に落として、その上からベタッと貼っていきたいと思います。はい、こんな感じですね。今袋から出しました。このメッキ、輝きがいいですね。新しいうちはね、綺麗なんですけども、紫外線とか浴びていくとね、色がくすんでいくんですね。いかにも、後期に乗ってるような感じですね。後期の RDS 車に乗ってるような感じ、雰囲気になります。まあ実際はね、中期なんですけども、ヘッドライトを交換したことによって、やっぱこれをつけておこうかなと思って、買いました。楽しみですね。はい、今日はね、250RDS の、ネームプレートをご紹介いたしました。はい、あとね、
今映ってるこの TRG の洗濯キャップ、実はねこの前超えた64ミリのやつが、あれこれじゃねえな、あこれもこれは前最初のやつか、あれは車に入れたんやな、あれ64ミリの結局、はまりませんでした、でかすぎてね。なので3度目の正直ということでもう一回、買いました。で洗濯キャップの無駄は Amazon で買って、この TRD ローンのね、キャップシールか、これは Yahoo で買いました、 Yahoo オークションで。3度目の正直なるか。今度は62ミリのやつを買いました。よく測ったらねやっぱ62ミリでしたね、外径が。じゃあ64じゃ入らんはずよ。これも次回はめていこうと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。木曽さんもみでした。